えここでデブがヒーローになるきっかけとなった三宅さん演じるオールマイトについてトークしていきましょうよ。そうですよね。そうですよ。モラジオの方もね、うん、たくさんもう撮っているんですけども、えー、オールマイト日本って言うんですよこの番組。<laughs> そう。だ、俺それ聞いてびっくりしたんだね。<laughs> オールマイト日本。でも、そうだね。パーソナリティは。そうなのね。フィット？フィット？フィット？岡本くん,なんで岡本君かい <laughs> そうなんですよこれはもうすでに僕のトーク力を見抜いていやいやレギュラーでは出さねえぞといういやいやいやそんなことないです特別だからこその今日なんですよ限定版ということそうなるほど、限定版だからこそ限定版だからこその特別感あふれる今日来ていただいたわけなんでございますはいということでオールマイトについてなんですけどももう皆さんもねアニメ見てよくご存知だと思うんですけど改めましてちょっとオールマイトについてどんな方でしょうかそう あのこのもうこの「アカの世界」においてはこの平和の象徴でありこうナンバーワンヒーローって称されているのはもうまさにアメコミから出てきたようなねもうまさに超最強なナチュラルボーンヒーローなわけですね。しかもねもうアメリカナイズされた彼はハはハっ,はっ,はって笑ったりね。<laughs> <わ> <laughs> <laughs> しかもこの国民栄誉賞にこう打診されている、うん。 しかしそれを誇示するっていう。すごいですよね。なんともこう、控えめなのか、目立ちたがり屋なのか、わからない。<laughs>